ちょっと厳しくね、しっかりと。じゃあどんなことを今日は懺悔してくださるんですか？いやーちょっと、ええ、本当に許してもらえるんでしょうか？そんなやばいことをやっちゃった感じですか？まあ内容にもよりますね。ちょっと、クラウデ初配信で、あの熱きデュエリストたちっていう曲のね、リコーダーを演奏したんですけど、してましたね。実はあれから言おうかずっと悩んでて、何ですか？そのまま3ヶ月ぐらいちょっと今経ってるんですけど、実は、遊戯王全然詳しくないんです。いや、詳しだ、でも詳しくなさそうだから詳しくないだろうな感はまあ確かにね、あるっちゃある。デュエリストではないんですよね。いや、そうなんですよね。あのマイクラ、ホロライブの運動会の時に、まあ、スバル先輩からこう遊戯王の絆みたいな感じであ、そうですね、好きですからね、スープ言ってもらえたんですけど、いやちょっと遊戯王詳しくなくて。いやいや、でも別に今からね、知れば、でも神父様とか詳しいですよね、多分ね、神父様は。まあそうですね、神父も、多少、バカじっておりますので、もうこれを起点にしてですね、この遊戯王を実は知らないんですというところから、これを起点にしてね、スバル先輩や白神などのね、先輩とこう遊戯王の絆を育んでいくんですよ、ここから、ゼロから。いや、行きたいですね。じゃあそのね、ぜひご教授お願いしたいところです。あ、そうです。じゃあぜひあのね、アニメから劇場版まで見てもらって重いな、結構重いですか？そうですね。いや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 、そんなそんな、まあ劇場版だったらね、あの短いと思いますので、まず劇場版じゃ見ましょうか。いや、かなでさん、ね、ここはもうね、遊戯王これからやっていくぞということで、ぜひ、はい、わかりました。演奏よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、ちょっと一個だけ、説明したいのが、カーネが住んでいた地域、地元のところでは、その熱きデュエリストたちっていう曲のネットミームがあったんですよ。ただ吹いたわけじゃないんですよ。ああ、まあまあまあ、有名ですからね、やっぱこの曲ね、はい。ネットミームがあって、あ、これ初配信でやったらウケるんだろうなって思って、やったら、なんか、あれ？ただ遊戯王好きなやつになっちゃったみたいなこの罪は許していただけるのでしょうか？神父様、こちらどうですか？そうですね、まあ、今後、まあ、劇場は見るというならば、もう許しましょう。お、見ます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 、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、実はもう一個懺悔したいことがありまして。あ、ぜひぜひ。何でしょうか？で、実は海外に住んで、で、ホロライブのオーディションに合格して、こう日本に引っ越してきたみたいな感じなんですけど、その海外に住んでるリアルママちゃんからですね。はい、リアルママが。あれちゃん、ちゃんとご飯食べてる？ちゃんとお掃除してる？ちゃんと洗濯してる？って聞かれた時に、実はちゃんとしてないのに、ちゃんとしてるよ。 あららら、リアルママに嘘をついている。あ、嘘をついていると。じゃあ、もしかしてお掃除できていないんですか？そうなんです、掃除は全くしていなくて全くですか？全く。え、でもそんな汚いんですか、そもそも？まあ結構汚くて、まあ、お洋服だったりも普通に床にぽい、床にぽいか、床っぽいかー、ね、なるほど。ゴミ袋も今3つぐらい溜まってますね。溜まってますね。はい。嫌じゃないんですか、それ、自分的に。いや、嫌じゃないんですよ、全然。自分だと結構暮らしていけるなーってぐらいなんですけど。はいはいはい。まあ、その、この前、ちょっと熱を出してしまって。やっぱ、お掃除してないのがその原因なんじゃないのって言われまして、関係あるのかな。あ、関係ないですか？え、まあ服は絶対関係ないとして、もうゴミと暮らしてたらやっぱりちょっとなんか影響受けるんですか？いや、ちょっとね、マリンはゴミとか溜めないんで、
そのね、ゴミの中で暮らして病気になるかどうかがちょっとね、想像つかないんですよね。なるほど、綺麗なお家なんですね。ええ、ママは綺麗なお家、あ、ママじゃない、シスターマリーは綺麗なお家に住んでいます。はい、どうですか、神父様は。あ、そうですね。あ、でもまあ確かにゴミ溜まりすぎると、まあなんかちょっと嫌な匂いとかして、なんか気持ち悪くなって体調不良はあるかもしれませんけど、まあ3袋ぐらいならまあ大丈夫なんじゃないですかね。あと、神父様たちにお聞きしたいことがありまして。何でしょうか。顔で、お皿洗いするときに、その油っこいものじゃなかったら基本洗剤を使わないんですよ。なるほど。洗剤を使わず、洗剤を使わず洗ってしまう。洗ってる。もう水洗いですか。そうですね。なるほど。まあ、結構自分の中では常識なのかなって思ってたんですけど、まあ配信上で言ったらみんなそれおかしいよって。そうですね。お風呂とかは入ってるんですか。お風呂はそうですね。まあ、入ってなさそうやな。冬はじゃないよ。そうですね、冬はちょっと控えめではありますが、控えんな入っていただきたいですね、そこはね。そうですね。そうですね、まあでもそうですね、まあ頑張って、まあ2日に1回は入りたいな。まあまあ、そうですね、2日に1回はね、とりあえず入るとして。まあまあそれぐらいはいいと思いますよ。そうですね、ゴミ袋は1袋まで。わかりました。で、皿は洗剤を使って洗う。はい。 あと、かーで洗濯も、洗濯もか、洗濯の周期もちょっとお聞きしたく。洗濯の周期、でも2日に1回くらいですかね、はい、そうですね。たまんないから、そんなに、たまったらまあ入れるって感じですかね。カゴがある程度埋まってきたらですね。なるほど。どんくらいですか。2週間に1回。2週間。そんなにお洋服があるというあれなんですかね、もしかすると。いや、まあそういうことですね。なくせえなこいつ。なんかママそんなこと言うんですか。ママじゃありません、シスターマリンです。マリン、ママ、はい、すいません。これシンプル様許されますか。これ、これはちょっと許されないかもしれない。さすがに、ちょっと某、ね、まあ、その、先人がいらっしゃいますからね、我々は、某シャチさんが。あ、そうです、ね。そこと比べるとどうなのかなっていうところはあるんですけど。まあ、なんかでも、雰囲気シャチより汚そうだなと思いました。いやいやいや。ママ。はい、ちゃんとね、マリンの娘でいたければ、今日からちゃんとね、2日に1回洗濯してください。わかりました。皿も洗剤使って洗って。ありがとうございます。ちゃんと許されるように。はい、はい、ありがとうございます。わかりましたね。はい、はい、失礼いたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。悔い改めて